松下雄也は日本の歌手、俳優。音楽グループ X4 の元メンバー。兵庫県西宮市出身。現在音楽活動は洋也としてソロで行っている。身長180センチメートル。母子家庭に育つ。演歌好きの祖父母の影響で幼い頃から歌は好きだったが、小学6年生の12歳の時、紅白歌合戦に、 ウィンズが出ているのを見て、自分も歌って踊る人になりたいと思い、オーディション雑誌を買い、スクールを探した。中学3年生の時に NY へ単身渡米する。中学卒業後は高校には進学せず、音楽の勉強に専念する。エグザイル、柴崎高ケミストリーなど、ヒット曲を手掛ける陣中村に見出され、2008年1月、エピックレコーズと契約し、 11月26日にシングルフーリッシュフーリッシュでソロデビュー。2009年に映画悲しいボーイフレンドで俳優デビュー。2011年12月東京国立代々木第一体育館で開催されたマイケル・ジャクソントリビュートライブのソングステージにアーティストとして最年少出演した。2014年12月28日湯つしたライブツアー2014 6ックスアニバーサリーライブのラストである渋谷公園にて、松下優也としての活動の無期限休止、また2015年3月20日より X4 の優也として活動をスタートさせることを発表。2016年 NHK 連続テレビ小説、べっぴんさんに岩佐英介役として出演。出演が終了すると、栄えタスクロスとの声も上がった。 2020年3月31日、X4 解散。2020年4月、所属レーベルであった株式会社、定畜エンタテインメントとは契約満了となり、所属事務所の有限会社キャレスインターナショナルからは独立。新たな公式ファンクラブサイトをオープンさせた。2020年10月、アーティストネーム、ようやとして音楽活動再開を発表。 11月にファーストシングルゴーストをリリースゲストアイ。ありがとうございます